近い距離ではございますが 6.8 キロの区間に蒸気機関車を走らせました。そして坊ちゃん列車の愛称なんですが、夏目漱石の小説坊ちゃんの中で乗車した感想を乗り込んでみると、マッチ箱のような汽車だ、ゴロゴロと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから坊ちゃん列車と言われています。この坊ちゃん列車なんですが、環境問題を考慮しまして明治当時の蒸気機関車から現在ディーゼル機関車に変わってはいるものと限りなく忠実に復元しております。こちら客車の方もですね、限りなく忠実に復元しておりまして、こちらご覧いただきますガストープの照明や、木枠の窓、皆様がお座りにいただいておりますのでセクトを全て木で作られております。